皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年10月の31日、12時10分、河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電の、件の撮影で、本日、JR 道城駅の近辺へ行こうと思っています。で、私も今、生活保護で、お金がない状態ですので、普通電車で、神戸電鉄の、道城駅か道城南口か、あの辺りのところから降りて歩くのが普通なんですけども、この後昼ご飯越えたら、あの山をそのまま越えて、JR 道城駅の方へ行って、金銭寺湖の方へ行くか、あの辺りのところ、千成とかの方はちょっと、下川は下ダムが千成貯水池の近くにあるんですけど、その両方撮影できるぐらい時間のある時に行こうかと思っています。ホームページ、淡井圭介の履歴の、一番に記載してある通り、今日の阪神タイガースの試合、テレビで見るのは遅れる可能性があるので、うまく対処していただけたらなと思います。電波の世界なんでね、先に証拠作りしてるんですよ。で、これをアップロードするのは今日の試合が終わった後になってくると思います。エクスポート、動画のつなぎ合わせとか、撮影したところの河川がこの後出てくると思いますので、皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。道場、JR 道場駅の近くに来ました。目の前から、なんかタヌキのような。タヌキみたいですね。河川の横に来ましたけども。あちらの方で合流している丸山ダム、金銭寺湖の、その丸山ダムへ、ちょっと、登っていってみたいと思います。これが道場、JR の道場駅の、河川水門開閉式ダム発電の位置なんですが、以前、向こうの方で撮影したと思うんですが、ストレートに距離100メートルほど、取れそうですね。20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートル、3×3、5×5。で、あとは、この、畑工橋って書かれてる、こちらの合流河川の上流が、丸山ダム、金銭寺湖です。で、そちらの方を登っていくにあたって、河川、これ両サイドとか、しっかりと、石垣組んでっていう形になると思うんですけど、土砂のかき出しとかですね。で、この合流するこちらの位置に、河川水門開閉式ダム発電、こちらの方でも作っておいて、で、向こうの方に、ストレートで、100メートルぐらいで、20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートルぐらいまででもう十分だと思いますよ。見ての通り、向こう高さがあまりないですから、奥の方が。で、もし大雨だったら、上の方まで開けたらいいですから、その20センチ ×20 センチの上の方とか。ほぼほぼ何も、発生しないでしょうね、こちらの方は。上の方のダムの放流さえなかったら、大雨の時でも、どうということはないと思います。河川の底はこういう形ですね。整地の違いがあるというか、両サイド木が生えてるところの水位までしか、水はまず来ない、大雨が降ってもと、そういうふうな考え方でいいと思いますよ。ちょっと上の方まで、だからここの水門自体の高さは、3メートルぐらいでもう十分だと思いますよ。で、それ溢れかえるようだったら勝手にそれ乗り越えて向こうの河川、行ってもらったらいいだけですから。では、ちょっともうちょっと上流の方まで、行ってみたいと思います。なだらかなんで、
まあだいぶ水貯水できると思います。まあ土砂のかき出しとかだいぶしなきゃならないと思いますけど、その辺のところからサイドは石垣ある程度は組まれてますね。あの辺りも石垣は組まれてますね。ちょっと上の方まで見に行ってみます。先ほどの続きですが、まああちらの方が JR 道場駅で、まあこの辺りまでで300メートルぐらいですかね。まあちょっと河川蛇行してるので、もしかしたら500メートルぐらいあるかもしれませんけども、まあ途中でこういう風に、段になってるところが何箇所かあるので、まあ向こうの方高さ3メートルで満水にした時、まあこの辺りぐらいかもしれないですね。それかまだもうちょっと向こうですね。もうちょっと撮影してみます。まああちらのところに一回門を作って満水にしたらどこまで水が来てるか、それを確認してから次の門を作るべきですね。先ほど撮影したのがあちらのあの辺りだったんですけども、あちらに、段差があって、で、まあ木が立ってるところの手前の方の木が立ってるところのあたりですね。でこちらはこれぐらいの落差があると、まあ多分ポイントとしては次の水門作るならその幅でしょうね。一応ここが橋の上なんですけども、そちらの方がいいでしょうね。でまあ傾斜つけて、20cm×20cm と 1m×1m の、地下水流トンネル発電を、まあ、向こうの、最初の一つ目の門を作って満水にした時に水の位置がどれぐらい来るか、それによって、あとはこちらからの地下水流トンネルの、長さが決まってくると。まあ、そういうふうな形ですね。ではもうちょっと、上流まで行ってみます。先ほどの地点から、数百メートル歩いてきたんですけども、まあ、上が高速道路で下に橋があります。で、まあ、あちらああいう風に門があるので、まあ、一般人は立ち入れないような形になってるんですけども、そちらの橋のところで作るか、まあ、ちょっと横幅があるんで、まあ、この辺でもいいんじゃないかなと思うんです。ちょっとね、木で見えにくくなってるんですけど、横幅、まあ、同じぐらいかもしれないですね。だから、まあ、橋のところで次の水門で、もうこの辺まで来たら20cm×20cm でもういいと思いますよ。あとは、もし、とんでもない大雨来たら、門、後のところ開けといて、まあ、20cm×20cm 稼働しながら、まあ、それでもういいと思いますよ。まあ、河川の底はこういう形ですね。で、まだ、まあ、あちらの門の位置で、まあ、なだらかなところがだいぶ続きそうなので、まあ、貯水するには、まあ、良さそうなポイントですね。で、もちろん、あちらは20cm×20cm の、地下水流トンネル発電を、まあ、まあ、10メートルぐらい作るとか、まあ、それぐらいになってくるですよね。水の貯水量を考えると、水圧があんまりかかってこなくなってきますから、水の量が少なかったら、もうちょっと上流まで行きます。まあ歩いてる途中で倒木見かけたので一応撮影しておきます。途中まで、いっぱいあります、河川の両サイド、あと河川の底自体、すぐそこのところから近くの両サイドのところから木生えてるんで、そのあたりはもう伐採ですね。で、水を結局貯水しますから、まあ先ほどの橋言うの忘れてましたけど、まあ高さ2メートルぐらいの、水門で、十分だと思います。アスファルトの道があちらまでで、こちらもこういう風な、土や石の道になっています。で、河川の底なんですけども、そちらから、降りていける、坂があります。ちょっと手すり付きで。見えますかね？この辺り。ちょっとピントが。で、そこはね、こういう風にちょっと整地されていて、まあ、木とかは適当に伐採して、まあ、人間の手で、何人かで担いで持っていったらいいと思いますよ。この辺のところはもう大きくなる前に先に伐採しておくべきですね。で、かまど発電、もしくは木材ですね。まあ、こういうような一本物の良い木も中にはあります。まあ、この辺のところはね、水の水位はここまで来ません。先ほど高さ2メートルって言ってたの、覚えてらっしゃるかと思うんですけど、こういったものをね、電柱として使ったらいいです。もともと神戸電鉄の、
鈴蘭台から、西鈴蘭台の方へ行く線路なんですけども、単線で両サイド全部、ほぼ 99%、木の電柱です。でそれを三木市、小野市まで、繋いでいます。だからもともと電柱は木製だったんですよ。だからわざわざコンクリートと中に金属入れて、あれ基本的に中に鉄筋が入ってるんですよ。でまあ加工する時のあのエネルギーとかもったいないですから、まあ基本的に木の電柱にチェンジしていくような形ですね。特に山の中は、まあ都会まで今度運ぶのにエネルギーが結局いるでしょう、大きなトラックに。あと長い木に関しても無理があるでしょうから、ちょっとね、今道どういう風に進めば丸山ダムの方へ行くのかちょっと今わかんないんで、ちょっと撮影しながら道探してるところなんですけども、あ、ここはただの広場ですね。まあこんなところにもあの金属回収地点がありますね。まあ何か小屋を作ってほったらかしになってる状態ですね。錆びていくだけですからね。あの金属、ここ来るまでにね、やっぱり車、放置されてる車でもう中に草が生えてる状態、そういうのとかがね、結構、ありました。まあ、あと、いろんな水路ですね。まあ、ああいうふうなところに、大雨の時、回転扉置いておけば、一応発電してくれるなっていうようなところは、結構ありました。ちょっと待ってくださいね。これ道あるんかな？向こう。ちょっと待ってください。なんでしょうね、この小屋。太陽と緑の道のところに、なんか、これも多分金属回収地点でもほったらかしになってる小屋でしょうね。ちょっと待ってくださいね。基本的に河川を辿っていけばダムに着くはずですから。あ、違う。あ、ロープ張られてますね。立ち入り禁止みたいで、まあ危険だから。なんか上級者向きとか書かれてますね。排水場。平日排水場って書かれてますね。じゃあ、平田排水場？なんかもう、バイオハザードみたいな気分ですね。なんか、行かない方が良さそうな雰囲気ありますね。なんか JCB とか書かれてますよ。頭なんかどんな形になったら JCB なんていう、こんなところで電子機械通して決算って、ありえん。もう、向こう無理そうですね。竹の林でもう竹が倒れて道塞いでるんで無理ですね。上級者とかそういう、何の上級者なのかわからないですね。これ金属回収地点の上級者のことなのか何なのか。もう無理ですね。もうこの辺りが、行き止まりです。引き返します。以上です。あとはね、ちょっと、丸山ダム、どうすれば行けるのかちょっともうわからないですね。道が見当たらないんで、あのロープを多分通り越していかなきゃならないんでしょうけども、やめときます。以上です。今引き返してる途中なんですけども、この電柱って意味あると思います？皆さん誰か電気工事されてる方たちも何十年も前に設置した電柱とかもうよくわかんないでしょう。誰かわかる人いらっしゃいますか？もう人里なんか向こう、あとその金銭寺湖丸山ダムの方に繋がってるはずなんですね。で、もうあちら、さっきの撮影した通り、電気通すようなところ、意味ありそうなところ、ないと思うんですよ。で、この奥のところ、もし下降りていって、河川水門開閉式ダム発電とか、こういうふうなところから降りていって、まだ奥行って、まだあるんだったらっていうところかもしれないですね。どうしようかな。まあけど先の広場のところあったからどうせすぐそこ行き止まりでしょうね。まあ一応まだ奥の方に河川水門開閉式ダム発電設置できそうなのであれば、まあ電線つなげるために電柱残しでしょうね。まあとにもかくにも戻ります。金属の残存量問題からとかで考えると、ああいう風な鉄塔って、余分に上の方だいぶ高いと思いません？
下の方、最初から一番下の土台を、幅広くしといて、高さをね、あれ多分10メートルぐらい余分に高いと思うんですよ。で、あちらの方も、10メートルぐらい余分に高い。で、木はそこまで高く伸びないから、周り、岩山のところはほとんどです。特に電線、大きな、鉄塔を、設置するところ。これね、もう至るところで同じような無駄な、金属の使用の仕方が見受けられるんですよ。一応これもね、テレビで、1回ぐらいは放送を見たことあったような気がするんですけども、正直、やっぱりチャンネル多いんでね、いつどこで放送されてるか、またここでも倒木というか枯れてる木ですね。もう至るところにとにかくあります。あの辺も。ああ、蒲田発電用の、薪はすぐ簡単に集まりますね。さすがにこの辺はね、トラックで、軽トラとかで運んだらいいと思います。軽トラがいいと思いますよ。幅、狭いですか？今、下山してるんですけども、ああいう幅ですから、途中で、ちょっと広く見えるようになってるだけで。まあ、あと、帰りながらいろいろ撮影したいと思います。最初の方に撮影した地点のところなんですけども、ここ、金属回収地点と、あと竹やぶで、蒲田発電用の、まあ、枯れてる竹とか、まあ周り山なんでね、適当にその辺の道入っていったら、いっぱいありますよ、竹の林が、竹の林があるということは枯れてる竹があると、まあこういう風な法則性ですね。まあ、あの辺りとかも大体そうですね。まあ、とにもかくにも、下山します。先ほどの鉄塔の続きですけど、横から見たらよくわかるでしょう。明らかに高すぎるでしょう。無駄に。たくさん金属使いすぎて、最初から土台、下の方を低くしといて、横幅広げといたらいいだけ。向こうの方に千狩貯水池があるんですけども、千狩ダムが。まあ、一つこちらに、水路、パイプが引かれています。まあ、老朽化具合ですね。それが、まあ、そんなに大して進んでない。まだまだ使えそうと、まあ、いうようなところで一応撮影しています。向こうの方にもね、あるんですよ。山の中へ、貫通させて通してる、パイプが。それが多分、神戸市内に流れ着いてるんだと思います。JR 道場駅の近くのこちらの植え込みの木なんですけども、ちょっと気になるので撮影しました。空洞化してますね。この下のところとかもこんな風になっていて、だいぶ虫に食われてるか何かですね、もう亀裂とかも至るところに入っていて、多分桜の木だとは思うんですけども、こういうのはね、見た目ですぐわかるんですけど、丈夫。で、片やこちらは、もうなんとなくでわかるでしょう。もう口かけてるって。もうこういうのはもうさっさと蒲田発電でいいと思いますよ。もう完全にもうこんな状態ですから。もうそういうところは迷う必要がない。で、その後何か植え込みをしないことですね。エネルギーの無駄遣いです。運んでくるのに。で、植え込みしたところで根っこの部分とかをね、切って切断して運んできてるから、まずそこから先育たないんですよ。根っこをその場に残しておかないと。地中で、まあこれぐらいの大きさだったら、いろんなところで、地中の中で10メートルぐらい、広がってたりするんでね。その根っこを残しておいてあげなかったら、どうせそうなるんですよ。だから、建築屋とか、どこかの農林関係のところが無駄な仕事をしないこと。まあ、あとこの木もですね、こんな状態ですね。まあ、根元の方とかも一応撮影しておきますね。もうあんまり迷う必要ないですよ。桜だからどうだとか、こういうのもね、この辺見たら一見太くて丈夫そうに見えるでしょ。もう根元全然話違いますから。危ない。上がしっかり中詰まってる状態であればあるほど下が折れやすくなるから。JR 道場駅があちらの方で、この辺り、竹やぶがあります。で、
まあまあ、向こうの方にもありましたし、まあ、この辺りで何世帯かに、かまど発電認めてあげたらいいと思いますよ。若い人たちに。設備投資とかでお金がかかるでしょうから、もっと理解するのに、まあ、冬暖房を得ながら、発電してもらうと。まあ、そういうふうな形で。で、あと、あの辺、一本物の、まっすぐ生えた、木がありますんで、電柱の高さと比べてもらったらわかると思うんですけども、今逆光で見えにくいのかな。高さは十分ありますんでね、ああいう風なもので、木の電柱で、電線つないでもらったらいいと思います。まあ、ちょっとやそっとで、電柱は老朽化しないんでね、何十年も使えますんで、まあ、貴重な木ですね、一本物のまっすぐ伸びた木は。あちら道場駅 JR ので、あちらが尼崎学園と表記されているところですね。でこちらの敷地内のところにもこういう一本物の良い太い木がありますね。ちょっと生え方がこれ斜めになっているだけで、伐採した後まっすぐに伸びている電柱として使えそうなんで一応撮影しておきました。あちらが神戸電鉄の道場南口か、まあ道場か何かそういう駅名なんですけども、マンションみたい、マンション、分譲マンションが建ってるところが鹿の子台あたりだったと思います。でね、こちらが竹やぶなんですよ。この河川の横が。まあ、以前も撮影したと思うんですけども、まあ、かまど発電過程で、まあ、こう、河川の中とかこういう風に倒れ込んできてますんでね、大体の河川はこういう状況です。生えすぎて、本当にね、ものすごい量が生えています。で、そこはね、プラスチックとかの、リサイクル工場だったと思うんです。で、そういったところに、まあ、かまど発電しませんかと、プラスアルファでと。まあ、リサイクル工場で使われてる、まあ、電気だとかそういったところも賄えるでしょうし、もう歩いてすぐここに取りに来れますから、あの辺りで橋がかかってるんですよ。ですぐ竹山の中入っていけるんで、ここからだったら本当目と鼻の先なんで、まあ神戸市の人とかが進めてあげたらいいんじゃないですか。売電でも稼ぎながら。こちらですね、先ほどの橋って言ってたところは、で民家の方の住居区内に入るんで、まあ相談してもらって、交渉してもらったらいいんじゃないかなと思います。まあまあ人がいらっしゃったらの話ですよ。まあ住んでる方がいらっしゃるかどうか分かりませんので、まあ市の方とかで対応してもらったらいいんじゃないですか。先ほど、まあ、リサイクル工場、あちらかもしれないですね。プラスチック関係とか。まあ、先ほど撮影していたところはあちらなんですけども。で、あちらが一本物の、木が生えているところですね。まあ、電柱用とかで、使用したらいいんじゃないかなと、思われる、木ですね。まあ、もうこの辺が老朽化した時に、ああいう風な木を切って、こちらとかに、加工して設置したらいいと思いますよ。もうそのまで加工できると思いますよ。周りの枝を落とすぐらいですから。あとは、倒れないように、地面の底をしっかり深く掘って、設置して、周り、その土台の下のところ、コンクリートとかつけてあげて、まあ、中に木組みの木を通す、でも、まあ、金属はできるだけ使いたくないんで、で、周りをコンクリートで、まあ、補強すると、あ、蛇や。蛇がいましたね。まあ、ちょっと、行きしな、山越えしようとして、失敗して、行き止まりの道の方に行ってしまって、本当は、有馬川の方へ行って、でそこから山越えする予定しなきゃならなかったみたいなんですけども、その辺のところはね、かなり久しぶりだったんで、結局迂回するルートになったんですね。でこの河川とか、辿っていった途中で池があるんで、ちょっとその池撮影しますね。木で、まあ門を作ってるんですよ。まあそれ見てもらったらある程度木でもいいんだなっていうことがわかると思うんで、それちょっと撮影したいと思います。
あちら、新鉄道場南口だと思われるところで、まあ、あちらが、新興化成さんっていう、工場で、こちらが、まあ、水路があるんですけども、この辺りもね、何箇所か、回転扉を、まあ水門を設置しておけばいいと思います。何段か段になってるんで、両サイド幅あんまり開けなければ、一応水はだんだん溜まっていって、まあ大雨の時とか、回転扉は回って発電してくれるはずですから、あとは電線に近いところでしょうね、設置する時ですね、あの辺りに電線があるから、まああの辺りでしょうね。でこちらだったかな、この辺りはまだ石かな、あの池の話とちょっとごちゃになってますけど、池はもっと向こうの方にあるんです。で、まあまあ回転扉あの辺りに設置したらいいと思いますね。で電線はあちらにもあるから、まあそこに仮に設置して、あそこまで電線引くかどうかの話になりますね。費用対効果とか、正直大雨の日なかなかないですから1年間で、10日まずなかなかないですね。先ほどの続きですけども、電柱のそばに来ました。あの下から見てもらったら分かる通り、あのサイドから水が出てきてるんで、この手前の方にあの回転扉を設置しておいて、まあこちらの電線かあちらの電線、まああちらの電線、まあ上のこの電線につなげるのはまあ同じなのかな。これ太いからやっぱり向こうの方がいいでしょうね。まあ、電気工事して、家電メーカーのシャープエンジニアリングさんで、してましたので、電線一回切って、切断して、コードを剥いて、周りの全体のゴムを。で、もう一度つなげるっていう作業は、まあ、家電の修理とかでもしますんで、まあ、この水が結局ポイントになってくるんですよね、こちらのところは。あとは大雨が降ったとき、こちらの水路から、奥の方から流れてくる水の水圧によって、まあ、こちらの方に設置している、まあ、回転扉が、まあ、しっかり回るかどうかということになってくると思います。ちょっと待ってくださいね。道がどこをどういうふうに歩いてきたかちょっとよくわからなくなってるんで、どこで行くを見かけたかな。まあまああの辺りとかもうどこかで、山の斜面に近い家のところで、かまど発電認めてあげたらいいと思いますよ。すぐそばに竹やぶとかいっぱい倒木中入っていたらすぐにあると思いますんで、こういう風な水が出っ放しになっているところがあるんですけども、まあ、同じような形でね、畑にこう蛇口がついていて、回したら水が出てくるような畑で、この先にあちらの方に池が、あったはずです。また間で鉄塔の話になるんですけども、明らかに高すぎるでしょう。一応ね、電柱とかある程度の高さにしてるのは、大型の車両、つまり10トントラックとかトレーラーが、訂正、トレーラーがとか通った時に、電線の線に引っかからないようにある程度の高さにしてるのであって、こういうふうに無駄に高さ出す必要ないんですよ、ああいうふうに続けていく。最後までどうせ斜め作るんだから、角度のついたね、斜めの、電線引き方するんだから、意味ないんですよ、金属無駄に、使用していて。最初から下の方の土台広くしいればいいんですよ。で、高さを低くする。これで金属の使用量を少なくできる。で、あと加工するエネルギーと運搬するエネルギーを、少なくて、済むと。まあ、あとこの辺りは回転扉はいいかな。ちょっと待ってくださいね。その排水口と続いてるかどうかなんですよね。常時水が出ているかどうかで。で、それで、プラス大雨が降った時に、あと、水が集まってきて、回転扉がしっかり回るかなっていうところなんで。こちらが用水、ため池なんですけども、まあ、農業用の、先ほど撮影してきた。で、これね、止めてるの、木の板なんですよ。まあ、両サイドは、
コンクリートというか、まあ石というか、まあそういうふうな材質で、まあ中央のところだけ木の板で、まあ特にこれ大雨が降って、上の方でね、適当に水漏れたらこちらに流れてるような仕組みにしてるだけで、板となっての排水自体がまず必要ないんだと思いますよ。一応何かいろいろ聞いて、真ん中木の板つけてるだけだと思いますよ。で、あとは、この木の板が、ちょっとね、上部の方、向こうが見えてるんですよ。真ん中の上の方。拡大してもらったらわかると思うんですけども。あ、上の方は結構傷んでる。で、下の木の部分はあんまり傷んでないので、まあ誰か一応下の部分は一回交換してるのかな、どうかなっていうところですね。ただ亀裂は入ってるんで気をつけた方がいいとは思いますね。先ほどのため息があちらなんですけども、まあその水道、が上流の方にあるんですけども、まあ、こちらも回転扉一応置いたらどうかなというところで、まあ電柱ですね、どこで、まあ、あちらに一門、向こうに一門といったところだと思いますね。で、また、鉄塔の話しますけども、周り明らかに田んぼなので、そこに高速道路あるんですけども、低くしといてね、高速道路の下を通すればいいだけの話だったっていうことになるんですよ。で、あちらの方の、鉄塔とかと、そこの鉄塔は、電線繋がってないですね。あれはあれで横に向かって、伸びてるだけですね。で、高速道路の横に設置しているものであって、高速道路の上ではない。ですので、高さはもっと低くできる。で、あちらの方の、左手の方は、高速道路の、まあ、横だと思いますよ。高速道路の上に電線通しているところなんか、まず皆さん見たことないでしょ。だから高さあれも高すぎるんですよ、きっと。無駄に高くしてる。金属をたくさん使用して、加工で、加工と運搬で、エネルギーを余分に消費していたと。あと、電線の、張り替えの工事とかの時、多分大変ですよ。あんなに高くしたら。だからもっと低くしていれば、交換時期の時とかも、電線の、簡単に交換できたっていうことなんですよ。だから余分に高くして、国から税金、仕事たくさんもらおうとしてたんじゃないですか。もうこれ本音で。だからその辺のところも、国民が監視するしかないと思いますよ。どう考えてもそう。相当な金額が動いてるでしょうね。この鉄塔の数。無駄なお金が。あと資源の無駄遣い。もう両方ダメ。海外からほとんど輸入してるのに。まあ先ほどの高速道路の下を、電線通したらいいっていう話していましたけども、まあ高さ、これだけあるということで、まあ、ある程度高くしてなかったら、まあ、何か危険だとかそういう話が混ざり込んでるんだと思うんですけども、高さがこれだけあるんで、上の方で、橋の下を通せば電線を、問題ないということですね。こういう上を通すんじゃなくてね、その方が絶対電線交換するとき工事しやすいと思いますよ。はしご車でもう十分じゃないですか、これぐらいの高さだったら。で、あと、ここに、こんなところに誰かが公園作ってますけども、誰です、こんなところ。山越えしようとしたときに、